さあ新三国無双3やっていきましょうか。前回ね赤壁の戦いをクリアしたので次五章ですね。権威を盾にここまでの勢力へと成り上がるとは。ねえ、時代の流れを意のままにする全くもっと恐ろしい男です。ですが曹操は乱世でこそ光る言う。乱世を超え次の時代を作るのは我々孫悟です。呉はついに魏との最終決戦に臨む。赤壁で勝利を収めた呉軍だったが、魏は敗れたままではいなかった。着々と勢力の増強を図り孫悟の討伐に乗り出したのである。魏の都巨匠から東吾の軍が南へと向かう。曹操は合肥城を侵略の拠点に定めたのである。もし魏の全兵力が集結すれば呉軍は太刀打ちできないだろう。ならば戦力が集結する前に括弧撃破するのだ。魏軍の側面を突くため遊撃部隊が繁城へ向かう。一方で埋伏の毒を仕掛ける将が報復を申し出るのだった。ということでね、まあ、繁城争奪戦と赤堤の戦い、合肥の戦いがあるんですけど、まあね、イベント的に考えると先に赤堤の戦いをクリアした方が繁城争奪戦が有利になりますね。まあ玄武功もないですし、まあ先に赤堤の戦いですね。まあ前回やっててね、まあ、武器のレベルが8になって、まあ弾はもう雷しかないっすよね。攻撃はまだいいんですけど、やっぱりね、これ玄武功レベル4が低いんですよね。強属格レベル14は確かにありがたいんだけどね、なかなか騎乗攻撃使えないんですよね、3って。敵の AI が激しいので、うまく立ち回れないんですよね。体力とこれ防御力、これどっちがいいんですかね、これもうここまで来ると。あんまり違いが見えないもん、レベル4と。ない、あんま違わないよね、もうこれ。体力にしてみるか。体力上げようか。で、護衛兵はやっぱ死んでいきますね。やっぱ自分が強くなると護衛兵が弱くなってしまうので。で、とにかく埋伏を成功させるためには、個室を倒して火器をすぐ倒す。火器と早急が合流させてしまうとね、失敗しちゃうので、とにかく周報をね、願い出させますね。この戦、リクソンの策を採用する。皆、その指示に従え。周報殿が早急を誘い込むまで待つのです。でもうね、終盤なんでね、敵の攻撃力はまあもちろん高いっすよね。で、耐久度もまあ上がってますよね。早急殿、この元取りにかけて我が精神、信じていただきたい。周報殿、信じましょうぞ。いや、まあでも言うて、痛いけど戦えるな。火器が火器に続いてそう、こいつがね、追いつけるかどうか。火器に追いつけるかどうかなんですよね。個室すぐ倒して火器に追いつければいいんですけど、俺馬持ってないんでね、もう徒歩で行くしかないんですよね。で、新速服つけてるし最高の状態なんですよね。移動速度は止まってくれりゃいいんだけどな。追いつくかな、間に合うか。あー、追いついたね。オッケー。それならいける。止まっ、あいつ
行くな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 、止まれ止まれ止まれ。親衛隊のゲージ長っ。親衛隊結構強いですねこれ。ヒゲ親父やばいぞこれ。いやーチャージ打てない。いや無双ランプで倒したいっすね。いけるか。いやほんと主力だな無双は。いいねいいねいいね、4はいいよ。このヒゲ押し倒し、ちょっと回復しましょう。いやでも試作力レベル9はありがたいっすね。いってこいつ。誰よこれまでか、早すぎ。これまでかは早すぎ。頑張れ頑張れ主観、これまでかは早いよ。調布、調布倒せるの。回復は成功させたいんですけど、早急に来られると調布倒さないとダメですね。とりあえずやばいぞ、視界やばいぞお前。いやこれきついな。いやこれミスった。ヒゲ親父をなんとかして倒さないと。いや主観ピンチになるのはやばいな。誘導できればいいんだけどね。主観がこっち来てる。いやそれはいいよそれはいいよ。まずいっすね。このままではまずい。調布だけ倒して、いやクソ、なかなかチャージ打てないですねやっぱ。あまあまあまあいいよいいよいいよ、減った減った減った。よしオッケー倒した。でこのままね、まあ早急を誘導して周報のもとへ行かせたいですね。あいつなかなか来ないっすね。ガチ対決しないで、俺の方に来い。そう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 、で誘導してこのイベントさえ成功すれば。来たか。ああ、素直に信じられると哀れになります。まずは敵の大都督早急を討ち取ります。よしよしよし、これで倒せるかな。集合隊変身して義軍を叩くのです。いや厄介厄介本当に。この親衛隊ちょこまか攻撃してくるもんな本当。やばい当たんねえ、しくった。おい、ケンパッパチャージなしのオートロックもやばいよなこれ。いやいけたな、これ絶対いけるわ。いやこれ視界やばいな。でもこの先のこと考えると結構視界がピンチだな。お、いやこれまあでも視界今回まだまだなんとかなりそう。先に調布ですね。やべ減りすぎ。いやここ結構安定しないですね、敵が多いですね。いや死んじゃうなこれ、これは死にますね、やばいっすね。ここ難しいね、やっぱモブ2人相手するともうダメですね。敵武将2人がきついわ。
ゲオージどこ行った、こいつか、こいつを倒して回復取って、いやこのね、チャージダッシュね、マジできついっすね。弱いっすね、チャージダッシュが。画面外離れすぎるとやられちゃう、あいつ。あぶねえ。オッケー。倒したけど、雷判定のせいで武器経験値もらえないっていうね。雷の欠点が出てしまった。おいでおいで、あ、やばい、抑えきれないか、いいこと、ダッシュ攻撃きちく、これほんと早く成功してくれ、もうそっち行くなって、ここむずいな、ここ難所だな、なかなかこれついていかねえんだよな、来たか、オッケーオッケーオッケー、一旦回復取ろう、集合体変身して義軍を叩くのです、士官頑張れよマジで、いや士官の位置だいぶ悪いな、あれ義軍の全体の士気下がってもな、士官の士気上がってないんでね、早急倒すとちょ上がるかな、ナイス、これねチャージね、ラッシュしないで止めた方がいいかもしれないですね、オートロックのせいであれですね、ずれるとそのままね変なところに行っちゃうんで、ここで止めた方が安全かな、武器武将に対してのチャージがさ、多分チャージラッシュしかないんですよね、きっと。いやこれね、やばいかな、いや信じるしかないな、でも主観をね、早急番長観光、こいつら倒さないとやばいっすね、幸いモブだからなんとかなるとは思うんだけど、全体の士気下がんだったらこれね、埋伏して意味がなくなるんだよね、ただまあ幸い下の長江の士気もまだ低いから、あれでも上がった士気5か0、いやー士気低いなー、これいろいろしかないですね、マジで手強いですね、それか俺が50人ゲッハで士気上げるか、いやマジそれしかないですね、手強いですね、このヒゲ強えな、このままではまずい、これなんか持ってねえかな、こいつ、ディクソン頑張れ、こいつら戦うだけでもうね苦労するもん、防御2倍、いや攻撃2倍だったらマジでありがたいんだけどな、来たやん来たやん来たやん、これチャンスチャンスチャンス、これ今行く今行く、今観光倒すべき、いける、いやクソ、いやまあ十分十分、減ってる減ってる、よし、オッケー、ヒゲワジいない、いるよね、近くにいますね、こいつだこいつこいつ、またバスターいんのかよ、郊外の爆弾マジトラウマなんだけど、あいつもうねいなくていいんだよな、いない方がいいんだわ、あの郊外、あの郊外に関しては、あの爆弾のダメージはえげつないですからね、
なんで肉まん2個持ってくかな。やばいな、リクソン。リクソンどこにいんのあれ。これリクソンだよね。いるよね。いますよね。リクソンに任して、オッケーオッケーオッケー、当たっただけでもいい、当たっただけでもいい。これ誰だこれ、リクソンじゃねえな。諸葛金、諸葛金か。諸葛金やっぱどこでも現れるな。有名だなやっぱ諸葛金。確かにやら、いやもうこれやられるよな。主観やばいっすね、マジ運ゲーだな。ここの拠点制圧したところでどの道突っ込むもんな。主観困りましたねこれ。とりあえずね、まあなんとか早急まで倒したんですけど、こっからっすね。こっからどうしようかね。下の拠点制圧しようかな。時間ないかもしんないですけど、下の拠点制圧しますわ。今こそ援軍撃って出る。士官やっぱ厳しいっすねこれ。厳しいけどね、言っとくけど俺が厳しいっすからね。士官守るために俺が死にますからこれ。本当に死にますね。まず士官倒すためにもね、5回に1回ようやくできるかぐらい。士官じゃねえや、早急だ。大体あのね、火器に追いつけないか、あの早急のところでやられるか。もうマジで辛い。マジ玄武功が悪いこれは。もう玄武功ね、もう少しレベルが上がってたらね、こんなことにならなかったな。マジ玄武功のせいだわこれ。面白いと。とりあえずね、ここ点制圧したんだけど、もうどうなるか。心してかかれ。手強いですね。これ護衛兵な、連れたところで。いやもうこの時点でこの体力はやっとるよな。それ死ぬよな。手強いぞ。心してかかれ。あれかな。耐えきれそうもないです。早急の兵残してると体力減ってんのかな。このままではいけませんね。ディクソンが結構下にいるのか。これね、諸葛金がやべえんだよな。あ、やばいっすね。ここの生還普通にやばいな。味方の士気低すぎるわ。弱いな。いやもう一瞬殺だもんな。これダメかもね。俺できないかもねこれ生還。この士官どうしようもできないですね。これ先に早急行くのありなのかな。このルートじゃ多分生還できないんですよ。どの道拠点制圧しても士官やられるし、うん、ちょっとルート変えてみるか。これね、まあ、いや何回やったかな、40回ぐらいやったんですけど、どう考えても士官が救えないんですよ。全部将を目指そうとすると、うん、この個室倒せないんですよね。このルート諦めます。無理です。どう考えても個室倒した後に早急ずっと向かってやっとったんですけど、もうまずね、火器を倒せるのに 5回に1回かな、5回に1回できるかできないか。だいたい俺が死ぬんすよ。玄武功が悪いわ本当に。もう玄武功がね、強いの出てたら話変わってたかもしれないけど、俺のこのレベル帯じゃ、まあ超厳しいっすね。まあ止水艦の時点で全武将できてないから、もうそここだわらなくていいかな。
危ね。ほんまギリギリ。でこれで味方の士気下がって敵全体の士気上がるんですよ。これが終わってるんですよ、この状況的に。で士官ゼロでしょ。そのままさ、この士気さ4の火器を残すわけがないんですよ。残してたら当たり前のように配送するんですよ。この状況普通にねおかしいんですよ。全然これ有利じゃないんですよ。内服を起こしたところで不利になってるんですよ。これ設定間違えてるんじゃねえかぐらいのね勢いで士気下がってるんですよね。でもここで火器を倒しちゃいます。倒さないとダメなんで。下からなんか来てますね。私たちも行きましょう。超高かなこれ来てるの。いや多分このねルートが一番生還に近い。やばいやばいやばい、もう士官の体力がやばい。もうこれだもんな。ちょっとね無双武将と対峙したらもう体力半分以下になってるんで。このルート以外に生還できる方法がないんですよね。もうねやばいなこれ。しかし長江が、長江がやべえな。いやーこれはしんどいっすね。まあとりあえずでも一番希望が見えるルートはこれなんですよ。まあ、全部将を諦めて、まあ火器倒して、まあ長江を倒してかな、そこから上行ってっていう感じなんですけど、まあそこまで安定するわけがないんですよね。厳しいっすねこれ。抑えきれそうもないですね。用心を。これまで。美しくありましょう。ちょ待って、俺これね不可能だわ。味方全員生還、ちょごめん無理だわ。まさか満潮の兵があそこにいるとはな。助かりも。ここでね士官やられますね。満潮の兵がそこにいるんだったらやばいっすわ。拠点から湧いてんの、どっから湧いてんのこれ。これはね無理だな。敵武将全ゲーファーの味方全員生還ところの話じゃないっす。いや俺がちゃんと強かったら別にこれ問題ないですけど、これね不可能だわ。本気で無理なやつだわ。生還できないわこれは。トップクラスで難しい。これは次元が違うわ。これだけこのままではいけませんね。前走もどの道やられるよな。
だよね。でさ、士官って、まあ、これどれぐらいの体力？郊外生き残ったとして、いや先のこと考えてもどう考えてもなんか生還できる気がしないんですよね。これあまりにも味方の士気が低すぎるんですよね。この戦、リクソンの策を採用する。みんなその指示に従え。周邦殿が早急を誘い込むまで待つのです。手強いぞ、心してかかれ。早急殿、この元取りにかけて我が精神信じていただきたい。おう、周邦殿、信じましょうぞ。の願いは罠か。これは早急殿に知らせた方が良い。火器が策に気づいたかもしれません。火器を早急に近づけてはなりません。周邦隊、変身して魏軍を叩くのです。
討ち取ったり。お待ちしておりました。私たちも行きましょう。助かりました。ちょっとさ、中断させてください。マジで中断しますわ。あれ、俺ね、俺配下いたっけ？そこがめちゃめちゃ心配なんですよね。俺、誰か配下いたような気がするんですよね。いや、とりあえずなんとかね、乗り越えたは乗り越えたんですけど、士官が危ないかな。中断します。マジで中断します。150回ぐらいやってるんで、これ。ほんま、シャレにならん、マジで。
いやいやいや、普通にクリアするんだったら別にここまで苦労することないんですけど、なんでか知らんけど味方生還になっちゃうとひどいことになりましたね。こいつよ、とにかくやられやすいのが。いや、まあ俺が一番やられてるんですけど、130回ぐらいやられてますからね俺。もうとんでもないから、よく前走耐えてくれたわ。いや、これね、もうほんと芝居の式下げですね、ここまで来たら。いや、これ一番難しかった。止水管とか、あの赤液とかとかいう問題じゃない、あの2つまだ簡単だわ。ここが一番やばかった。いや、おかしいもんな、なんで埋伏成功させてさ式負けてんの。ほんとに。お、ナイスナイスナイス。あの敵の増援のイベントがおかしいんですよ、あれ。味方の士気が下がって敵の士気が上がるっていうのが終わってるんですよね。明らかに俺が不利になるんですよ。なんか弓いるな、どこだどこだ。いや、これ弓もシャレにならんぐらい痛えからな。オッケーオッケー、士気下がってますね。いや、本当は浮きつ取ろうかなと思ったんですけど、そんな余裕ないっすね。蹴りつけようぜマジで。150回もやると思わなかったこのステージを。シャレにならんから、俺何回死んだと思ってんの。あの長考、いや長考どころじゃないんだよな、全員強えんだわ。早急長宝じゃなくて誰だっけ、長府か、長府倒すのですらきついのに。もう勘弁して、本当にして味方敗走するでしょ、シャレにならないから。まだ味方が強かったらさ、俺が慎重に立ち回ればいいかもしれないですけどね、味方も弱いし俺も弱かったらもう救いようないですから。いや、でもこれを乗り越えれば次の繁盛が楽になるんですよ。楽するためにもここでね、やっぱ頑張らなければいけなかったんですよ。主幹どこ行った、あっちにいるのか。ちょっと親衛隊長ですねこれ。やばい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 、マジね、ボンバーマンはいらない、マジで。爆弾はマジ勘弁してほしい。やばいやばい、死ぬ。回復かな。言うてね、士官やばいんですよ。さっき援軍は来ないのかって言ってたんで。浮きつ一番上にあるんですけどね、取れるかな、ちょっと怖いんですよね。抑えきれませんか。別にね、そこまで頑張って取るほどでもないんですよね。ただね、今のところさ、ここまで無双ゲージ伸ばしてもさ6回しか振れないんで、いや、もうそれだったらもう伸ばした方がいいんですよね。ここまで微妙に伸ばすんだったら8回振れた方が絶対強いんで。もしかしたらこれマックスまで上げないと振れないんじゃねえかな。このね、チャージダッシュが主力っていうのがやばい。敵武将戦は集団戦これでもいい、これなんですけど、やっぱね、食らうんですよね、ダメージがね。やっぱ3の AI は容赦ないんで。全然士気下がんないっすね。あー、下がってる下がってる。みんなで頑張って撃破していけば大丈夫だ。新鋭隊長がいないな。頑張るぞ頑張るぞお前ら。あの拠点から湧いてんだよな。ただ目離すと誰かしらやられそうなんですよね。だからもう少し士気を下げる必要があるんですよ。ちょっと後で確認しないとな。俺なんか孫権の配下いたような覚えがあるんだよな。
サイレント配送してる説もあるんだよな。いやだからこれクリアしてもね、安心できないんだよね。配下の確認をしないといけないんで。蹴りをつけてしまうので。いやよくリクソン持ってくれたわ。いやリクソンの進軍も良かったんですよ、下に来てくれたんで。あのままね、リクソンがあのね、城門の近くで戦ってたらもう救えないんですよ。マジで運ゲーだからね。運ゲーで俺死ぬからな、マジでどうしようもないもんな。いや、ケンパパは本当強いかなと思ったけど、あれですね、やっぱ後半になると厳しいですね、性能が。剣タイプはやっぱ環境に合ってないね。リーチが短すぎて割り込まれる。まあ、こればかりはしょうがないですけどね。全然下がらん。誰か50人撃破とかしてくんないですかね。近くにね、神秘がいるはずなんだよね。あ、こいつワンチャン持ってそうだけど、なんか敵武将来てるな。いった、おれ。すぐチャージ1打ってくるんだ。今強く出れるんだ、防御力2倍だから。あ、でも切れちゃうな。 OKOKOK、 いいよいいよ。倒しきれるか、もう少し。 OK、ディフェンス4いいよ。蹴りをつけてしまう。何回言うんだよそのセリフ。リクソン、リクソン、そいつ倒してくれ。いやー厄介だなこれね。新鋭隊長2と違ってさ、逃げてくれないんですよね。これもまた厄介。2は敵軍団長を倒せばね、ちゃんとね、タイカが逃げてくれるんですけど、死にタイカ逃げてくれるんですけどね、3は逃げないんでね。芝居もハイパー化してるけど、まあ、総大将のハイパー化だから、まあ、言うてなんとかなるわ。みんなと戦えば。ただ怖いのがやっぱ郊外が近くにいること、まあ、そのせいで俺が死ぬっていうことは全然ありえます。で今チャンス、今強く出れる。いや勝った。ガード硬すぎだろこいつ。ありえんぐらいガード勝て。 OK、 誰か突っ込んでね。士官が突っ込んでないこと祈る。ああ突っ込んでないね。士気3か。諸葛金はね、有能だわ、マジで。突っ込まない。うん。しかもね、対決しない。うん、頭良すぎ。賢い。いやー、主治優秀だな、ほんと。前走か。前走ちょ、怖いっすね。まあでも、四季互角だからな。もう、だって俺、雑魚と対峙するのに苦戦してるんだもん。それは全員生還難しいに決まってるんだよな。これ今行くしかねえな。いやそれかこの下に拠点だな。いやこの拠点制圧するべきだな。N4 止めでも結局俺がふらつくからさ、あんまり意味がないんだよな。いや、これでね、攻撃面も終わってたらもうほんと、マジ不可能だったんじゃないかな、味方生還。OKOKOK。ちょっとここある程度片付けて芝居っすね。で攻撃2倍とか来たら芝居の方行きたい。
OKOKOK よしよし、いいや、いい感じである。防御2倍か、攻撃2倍来ないか。来てね来てね、芝居来てるな。何をした今。マジ明らかなおかしい難易度だったもんな、ここ。ちょ、肉まん1個欲しいな。あれ1個だけ取りてえな。来てるな、来てるな。ちょ、武装は貯めとこ。来てるな、ついてきてるね。ここは慎重に行かないと。芝居押さえといて、俺この親衛隊とも倒す。こいつらやばいやばい、無双打ってる。来てねえ俺のところ、来てないか。オッケーオッケー、よし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 、もう少しもう少し、ようやくこのステージから逃れられるぞ。俺の配下がいなければ。配下いなかったらもう OK よ、味方正解。敵武将全撃破はマジ無理でしたね。個室がマジで無理だった。だってこのルートですらこんなにやり直して個室どうやって倒せっちゅうねん。いいよいいよ、強いね強いね、いいよいいよ。いやヒゲいいね、ガードされた。マジよく生き残ってくれたわ味方、マジで偉いわ。偉いっていうかこのステージがおかしいんだよ、普通有利になってないといけないんだよ。石帝の戦いは、隙を伺え、しゃ打ち取ったり。無理に勝敗は決さぬ、罪を待て。これで繁盛争奪戦が少し有利になる。やばかったな、ここ。本当にできないかと思ったもん。マジで味方生還できないと思った。いや、護衛兵もさ、ディクソンの付近にとどめらしたのはさ、ディクソンが長生きしてもらうようにしてたんですけど、あっけなくやっぱ護衛兵やられてしまうんで。いや、余裕があるステージでね、やっぱ中キツとか取りたいですね。これは取れないわ、うん、この縛りやってて一番難しいステージでしたね。マジシャレにならん、ここだけ。不遇すぎ、この石帝の戦い5軍、おかしい。きたありがとう、来たわ、マジでやっと来たわ。ここ乗り越えたおかげだわ、マジで。14はでけえよ、これです。だいぶ楽になるだろう。いや14はでかい、マジで奇跡だな。9だよね、これでもうカンストしたんで、まあこれ以上武器のレベルが上がることはないっすね。いや、いいよ、防御力上がってくれたらマジありがとう。ということでね、次回繁盛争奪戦なんですけど、まあとりあえずちょっと配下が死んでないかというか、配下がいるかどうか確認して終わりにします。ということでね、ご視聴ありがとうございました。